基本楽天今井監督2年契約のはずが1年分の報酬のみで終了かに対するみんなの反応集。球団側が更新選択できる契約だったみたい。顔も契約問題やったよね。1年4000万は高い。島内も同じ状況か。なんでこんな契約。そらそうやな。他のチームの半分やで。12球団で一番安いんだれ。詐欺みたいな話やな。巨人のヘッドより安いね。契約内容が悪いね。顔も1年分だけらしいね。球団が契約通りにしてるなら問題ないよね。身売りの話か。そんな条件で受けたのか。楽天監督1年で退任多いね。楽天球団の常識を疑うわ。よそから成果からん監督しかやらんよね。契約する方もリスクを考えるべきだね。新人監督でも時間を与えれば結果出せるのに。次は清原監督かもね。中日も同じ状況かもね。監督やりたがらないよね。楽天は戦力あるのに結果出せず、妥当な判断。楽天も契約変更が多いよね。監督業はそれでもやりたいんだね。働いてない分はもらえないのは当然やね。内部昇格だからやるしかなかったんだよね。タオチャンネルとデイブ出演で4000万狙い。監督変えてもチームは良くならないよね。みんなの反応としては契約内容に対する不満が多く、特に球団側の契約条件が厳しいという意見が目立ちます。少数意見としては契約通りに進めば問題ないという声もあります。当チャンネルの意見としては、球団側が契約更新の選択権を持つことは選手にとって不利であり、契約内容の透明性が求められると考えます。